じゃあね、ちょっと肉の方、はい、早速俺も食べたくてしょうがなくて、はいはいはい、メイン料理、メイン料理です。はい、わあ、すっごく綺麗、綺麗。あ、はい、これ何ですかこれ。最後のパンですね。最後のパンだ、そうだ。あ、でも一応これまだ半分にできます。半分にできるんで一応これでいいですか。あの、この、はい、バターナイフをくる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 回さないで、はい、持ったら手を添えてちょっとこう無駄なことをすると紳士こうこうジェントルマンになりますよ。あ、誰がこんな拝めよ。汚いね、テーブルが。確かに俺拭いちゃダメ。え、拭いちゃダメだし片付けちゃダメ。 どうしたんですか。これは、はい、ウェイターさんがなさるお仕事。あ、なるほど、やっちゃいけないんだ、うん、だからそんな来たんです。やめてよ、下に落とすなんていうのは。机に落とすみたいな、そんなはしないんですよ。あ、そんなしないんだ、うん、なるほど。じゃあもういただきますね、うん、鴨もも肉の煮込み、うん、鴨もそうなんだけど、うまいぞ。お肉は、はい、繊維に沿って切る。繊維に沿って、繊維に沿って。繊維とかでも分かんなくないですか。え、鴨でもこう、繊維、こう縦、うん、あ、こう繊維に沿ってくる。だから、はい、お骨がここにあるじゃないですか。あります。お骨を縦にして、はい、そしたら繊維に切れる。こう、あ、教えてんのに、うんうんうん、本当に美味しいです、うん、酒にね、はい、弱いっておっしゃいましたけども。酒弱いんですね、本当にもう。昔何に強いんですか、じゃあ。いや、俺もう全部ダメです。もう好き嫌いがないってことぐらいしか。でも、ね、ギャンブルだけ大好きです。ギャンブルするんですか。ギャンブルだけ大好きです。そういう男嫌い。OK や。もう本当に下品な人と横にいると、うん、はい、周りの人がもう嫌になってくるもんね。すいませんね、本当に。もう本当に申し訳ない。汚いわね。これなんかフォーク、いや、食器持てないで、でこう持って、でこう、ね、そう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 いただくと。美味しゅうございます。これなんすか、このキノコ。エリンギ？入れないですよね。うん、そうですね。なんのキノコや。シードルの酒風味としか書いてないですけど、ね。これトリュフですか、もしかして。うん、トリュフではないみたいな。あ、でもないか。うん。でもトリュフかなと思ったけど、うん、違うようですね。あ、オッケー言ってんのにもう何回もね、もうほんま飛ばすようになるわ、方向パーンと突き刺して、これでもかーっていうぐらい。すいません、もうずっとこれで言ってるわけじゃないですか。まあ、急にはね。じゃあもうずっとお茶漬けばっかり食べて、家でベッドのとこ食べてたらよろしい。美味しいものをいただかずに。先生、僕昨日お茶漬け食いました。で、はい、その服の T シャツ、はい、だんだんね、はい、2枚の下から出てますか、袖が。あ、いや、あ、そう、下着が。T シャツより下着が下から出てますけど、ようそういうのでこんなお料理を食べに来ようという気になるっていうことが不思議でなりません。すいません。すいません。ちょっとこれはね、本当に深く深く反省なくて、折っといたらどうですか、中を。あ、そうか、折っとくわ、折っときます。中、その折っても多分出てくると思うけど。多分出てきます、これ、ね、でもちょっと白いからいいかな、うん、白いからいいかなって。こういうお料理をいただくところの服装って必要だっていうこと、はい、さっき私何て言いました、衣服って何て言いましたっけ。衣服は心の飾り。飾り？飾りじゃない、心の何でしたっけ、毛布、衣。聞いてないのね。いや、覚えてない。心に魔法をかけるって、はい、魔法をかける。いいもの着たら、はい、品が出てくるけども、はい、T シャツなんか着たら、はい、やはり家と同じでガサツになって、うんうん、現実の状態になる、うん、こういうのは別世界でいただくわけだから。別世界だ、はい、もういつもいただくわけじゃないんだから。そうですね、はい、うん、だから、うん、ちょっと小町なものを着てきましょうねって。魔法を。先生、 お肉がどうぞ召し上がってくださいませ。冷めちゃうんだ。で、話しように行くの方が心配か。あ、あんたは。あ、まあでも、いや、でも一回それを本当に心に留めてやってみます。
でもこんな風にきつく言われたらきっと忘れないと思います、はい、いやもうなんか褒められるとすぐ忘れると思います。絶対忘れる。はぁ、あ、忘れないようにするため絶対忘れない。もう話を半分しか聞いてないんだから。絶対忘れないです。やっぱそのトークとかも大事やねんな。結局食べるとかマナーとかに加えてトーク力、うんうんね、そうですね。なんか YouTuber もやっぱトーク力大事とかって言われるんですけど、うんうん、なんていうのかな、でもトークって内容よりもやっぱ話し方とかイントネーション。 YouTuber なんですか。あ、僕は非常に YouTuber やるしもちっとも面白くない方なんですね。あ、そうですか。大阪の方にしたら面白くないですね。あ、もっとの肘をつくな。ノリがいい人かなってね、大阪の方だったら。あれですよ、面白いこともありますよ。面白いこともあります。例えばどんなこと。あ、この前なんか初めてタバコ吸ったみたいな動画が結構伸び伸び。そんなことが面白いことです。5本いっぺん吸いましたって言うんだったら話は違うけども、はい、タバコ吸いましたって、はい、肘をつくなよ。ああ、だめ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 、危なかった、つかなかった今回は。なんか落ち着きがないし、はいはいはい、面白いこと言わないし、本当に YouTube の人の方の方だと思ってしまいますね。いやいや、一応ね、YouTube でもうね、なんか特技があるんですか。特技ですか。あ、歌、歌が。あ、そういうのがあるんですね。歌はね、だから魅力的なんでしょうね、きっと。歌好きなんですよ、うん、そうなんですよ。なるほど、ね、歌をずっと歌ってたら、ね、はい、音程も良くなるでしょうけど。そうなんですよ、うん、何でもそうですね、はい、今じゃあ一曲何なら歌ってる。はあ、あの、私は、はい、そんなに美味しいお料理を食べれるような家庭ではなかったんですけども。あ、そうなんですか、うん、こういうのもやはり、はい、チャレンジしていくと、うん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 、やはりお料理が分かってきますよね。何でもそうですよね、場数を踏むとね、はい、感動的な話ですね。なんかそんなに感動的なところまではいかなかったと思うんですけどね。面白くないやっちゃな、こいつは。これ何この黄色いやつ、これ何やろ。これも株かな。これそれはジャガイモじゃないかと思うんですけどね。これ、うん、ジャガイモですよね。言われてみればそう。え、だからこんな食感のジャガイモでもあります。そうそう、だからそんな時にね、はい、パンを食べたけばそのジャガイモの味が分かったのよ。でもないけどね、もう一口しか。はい、もうなくなっちゃいました。なんかわけわからんまま消えてった。くっそ、パンの使い方下手やった今回。くっそって何。くっそってこんなとこでくっそなんて言わない。悔しい、うん、おいしいな。これおいしゅうございました。はい、おいしゅうございました、うん、はい、あ、忘れてたで、こうやな。そう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 、ね、でデザートが出てくるわけです。デザートが出てくると、うん、これってさ、ゴムソリでこんなやってるけどさ、はい、足をまっすぐしておいたらどうだ、ね、え、すいません、足ね、これ、そうですね、はい、なんかこうね、もう多分骨盤が歪んでるかなんかね、もうこう、そんな気がつけば、ね、体のせいにするな。卑怯者。いや、すいません、そうね。でもあれでしょうね、はい、きっと、うん、なんか一曲問われたらすごい、はい、素晴らしい魅力があるんでしょうね。そうですよ、僕歌い手なんですから。あ、じゃあ一曲、じゃあ、うん、どうぞ。じゃあいいですか。はい、どうぞ。何じゃ、なんか知ってる曲がいいですよね、じゃあレモン。あなたの悲しみさえあなたの苦。あー、美味しそう、ね、いただきます。あ、これが好きなんですよ。美味しいね。これがお好きなんですね、うん、先生のやっぱそういう好みとかあるんですね。あ、やっ、ん、どうしました。どうしました。あの、こぼしたんですね。ソースがあふれた、指汚れた。いちごをフォークで刺さないからですよ。あ、あ、フォークある、よく見たら。うん、あ、いい、なんかいちごのこの酸味がいいっすね。おいしい、うん、なんか和菓子とか好きなんだと思ってました。羊羹としか食わんのかと、うん、あの洋菓子すごく好きで、はい、冷蔵庫の中にはビールと洋菓子、はい、ビールと洋菓子、ビールと洋菓子。そう言うていいんですよ、そんな先生。それにしてもテーブルが汚いわね。おいしゅうございました。はい、ね、ちょっとパンガスが
すみません本当に。でこれ使ったフォークもこうやってね。そう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 、そうですそうです。おいしゅうございました。おいしゅうございました本当に。いやー、ま、素晴らしい言葉遣いでございますかと。 ありがとうございます。はい、お普通に褒めてもらって。だんだん染まってきます、ね、染まってきてます。 あこれうわもうお、うん、ちょっとしゃれてますね。おお、ママキャメル、キャラメル。おお、すげえ。ね、何これ。うわ、いただきます。コーヒーだ。コーヒーってね、はい、これまず手前に持ってきて、はい、でどういただきます。俺でもね、コーヒーに関しては僕の、はい、なんか学生の頃にゼミみたいなのに変わってたんですよ、うん、コーヒーを立てるゼミみたいな、うん、立てる方、いただく方じゃなくて。あ、でもいただく方も名前ました、はい、だからコーヒーは俺知ってますよ。はい、どうぞ。これでスプーン持つじゃないですか、はい、で、でまずこで、一口もらって。温度はいかがですかって聞けたか、それ。あ、そうか、ちゃうわ。え、教えてください、はい、もしもお砂糖とか、はい、あ、砂糖入れますか、ね、入れるということであれば、はい、まあ、お砂糖を取ってこう、ミルクを取ってこうするんだけども、ここから混ぜ混ぜ、攪拌どうしますかってことです。何のために左にこっちに絵がついてると思います。左利きの人の考慮。そんな、ほな私たちが左利きって書いたんですか。書いてますね。じゃあ親切にシェフはこう置くべきじゃないのっていうことですよ。なぜじゃあ左にあると思うのって聞いてるんです。左にある、なぜか。それはお店の人のミスですか。違う違う。おわ、ほんまにごめんなさい、教えてもらっていいですか。ほんまにわからないですこれ。はい、これは攪拌混ぜ混ぜするために左にあるんですよ、絵が。あ、持てってことか、こうやって。そうそう。あ、で右手でこう混ぜるから。そうそう、だからお砂糖なり、はい、ミルクなりこう入れるじゃないですか、はい、シュガー入れたりするじゃないですか。します、はい、そしたらこれで攪拌するんですよ。これもじゃあ、はい、入れました。チャポン、チャポンじゃなくてゆっくり入れてよ、ゆっくりゆっくりと。じゃあ、ねね、で左手今持ちました。持ちました。でこう混ぜ混ぜするじゃないですか。はい、お砂糖が。誰がそんな砂糖を混ぜ混ぜせって全部攪拌するんですよ。こうですか。そう、そしてここで止めるんですよ。止める。でないとここにスプーンにコーヒーがついたらここはびちゃびちゃになるじゃないですか。なるほど、そうか。受け皿が、受け皿がもうなんならすでにびちゃびちゃになってましただから粉して振るんじゃなくって、はい、振るんじゃなくてここで止めるんですよ。ここか、うん、でこう置くわけですよ。なるほど、これでここにこぼれなくなんねや。俺がゼミで習ったな。ゼミかなんか知らんけど、それセミ違いますか。だから詐欺かもしれない。詐欺か。歌よ。ここで止めるんですよ。あ、ここで止めるの、ここ、うん、はい、止めたらこれで落ちたじゃないですか、水滴が、はい、で向こうにやるんですよ。落ちたでしょ、ほら全部スプーンのここの、うん、全部落ちたでしょ。全部落ちました。このままだったらまだここ残ってます。残ったらここが、ここがつくと、うん、自分の衣服とか、はい、あ、まああなたのズボンはいいけどまあでも先生の服綺麗ですから。いやいやいや、そうじゃなくて、うん、腹は黒くて色が白いので白着てるんですけど何を言わせんの、ね、そうじゃなくて。いやいやいや、ちょっとだから白が汚れるでしょ。え、汚れるで白が。あ、まあ、白がね、ズボンも、はい、ね、だからここで今止めたわけですよ、ね、なるほど。でいただきます。でね、一つ聞きたいんだけど。あ、おいしい、うん、一つ聞きたいんだけど、はい、初めからこうしてあるコーヒーがあるじゃないですか。あります、あります。なぜだと思います？いや、それはもうお店の人がこういきなりから飲んでくださいっていうことですよね。いきなりから飲んでください。そうなん、本当にそうなのよ。あれはもう砂糖もミルクも入れないで、はい、そのまま召し上がってください。そのまま入れてくださいってことか。でもこれにはキャラメルとかがついていて味わっていただいてくださいってことだから、はい、ミルクとか砂糖がついてるわけですよ。なるほど。だから攪拌してるんですよ。あ、それ知らなかった。でも俺なんかコーヒー提供するときはでもこうちゃんとこのね持ち手を右にしろってでも言われてたましたわ。俺言われてました。だからそれは何も入れないもの。何も入れない、胃の調整のコーヒーやったんじゃん俺。そう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 。へえ、うん、キャラメルはもう、まあ、キャラメルこう食べたらいいんですよ。こう生キャラメルってな。生キャラメル、しかもなんかめっちゃ冷えてる。これ冷たい、生キャラメル。うおー、すげえ。キャラメルっていうの、うわ、これでも食うの難しくないですか。これこびりついて、あのね、これは、はい、この
この細い方を手向こうにしたら食べやすいんですよ。細い方、あ、こっちか。反対。ん？反対。うん、こう。うん、まあこうか。うん。あ、ほんまや、食いやすい。食べ終わったらどうしますか、はい、これを。いただいたら。ん？これいただいたらどうしますか。いただいたら、これは。汚いけど、いちごいっぱいついてるけど。いちごめっちゃついてて、なんか裏にもなんかカスみたいなのついてるわ、これ。いつまでついてないの。だから中はいつも汚くて外は綺麗でないといけない、はい、これどうしますか、うん、机に置く。どう、どこに。この辺のなんか汚いのを隠すようにこう隠すか、はい、違うんですかね、うん、違うわね。違うか、うん、これ食べましたっていう合図は、はい、これをざっくり畳んで左に置いたらもうこれで十分ごちそうになりましたという合図になります。ざっくり畳む、こう。そうです。ああ、できた。きれいに畳む必要ないです。ざっくり、うん、でそこに左に置くんです。左に置く。そう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 。もし自分がどうしても化粧室に行きたい途中で、はい、それとかどうしても急を要してちょっと電話をかけなきゃいけないって時は椅子にかけるか、はい、椅子のとこに置いとかないと、はい、ここに置いとくともうお料理が出ません。お料理が出ない、はい、出なっちゃうのか。ごちそうさまになるから、そのナプキンだけは覚えておいた方が。あ、そうなんや。これがもういいと思います。合図なんや。はい、そうなんです。合図なんです。すみませんとかちょっととか言わないですよね。あ、言っちゃダメなんですね、うん、でもこれせんかったら永遠にまたなんかループしてもう一回同じの。そうそう、そら来ないわ。 それは来ない。そんな来ないわ。相場来んではないの。ループするわけないわ。ループはしない。ただ、はい、一つのお料理をさっきのように私も、うん、デザートいただきたいから、お肉はちょっと控えめにするっていうことであれば、はい、あそこの7時の状態にしとけばもうお料理終わったって。あ、もう終わったってなるんか。それは食ってなくても、それだけもういただきましたということになる。虹をつこうとしてやろ。今もう絶対言われると思ってこう回避してきました。あ、回避。ようやくごまかしただけやん。あ、いやいやいや、そう、ごまかしただけですけどね。その辺書いてごまかしたね。あ、そうっすね。全部お見通しや。初めてでした。 T シャツの下着が見えて、はい、あの、はい、パジャマが見えて食べているっていう方は、はい、初めての経験でした。あ、はい、よかったです、はい、よかったって。よかったわけないやろ。そうですよね。なんて思いましたが、一応これでお料理はコース終わり、はい、終わりだ。お開きにいたします。お開きにします。ごちそうさまでございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、あ、そうだね。5点5点いただきました。まあ、これをもうね、これからの、まあ、教えてもらったことで課題にして、あ、課題にして、ね、どんどんおさらいとかしてね。でもしこういうところで呼ばれる機会があったら、まあ、次はね、まあ、50点とかはね出せるような。そうです ね、 ね、いや、もう今日もうすごいこんな機会いただけてもうすごい良かったです。わざわざお忙しい中こちらの方こそ、ね、来ていただきありがとうございました。今日はね、平林先生にね、お忙しいというよりも、はい、ね、お時間いただいてありがとうございますのがいいね。はい、そうです。総理のこと言うな、お前な、はい、誰にも言うなこと言うんじゃねえよ、はい、いやいや、申し訳ない。もうね、いや、本当に感謝してます、はい、お時間いただき、はい、本当にありがとうございました。言葉が足らんな。ありがとうございました。よかったったと出てけよ。出ていかないんです、そんなの。これからもお付き合いがあるように、ありがとうございますって言うんです。これからもお付き合いがあれば、これからも何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうなんですよ。はい、はい、すいません、最後の最後までついことを言っちゃって。いやもうすごく勉強になりました、はい、ありがとうございます。はい、こちらのこそありがとうございます、はい、またお会いしましょう。またお会いしましょう。またお願いします。さよなら。